YouTube をご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。田舎遊びハンターです。今回はですね、鹿の忍び漁です。今ですね、ここで鹿を2頭仕留めました。で、珍しくね、1頭はすごい近い距離で撃ちましたので、あの映像に残ってるんじゃないかなと思います。それをね、今回はご覧いただければと思います。それじゃあ早速ですけど、行ってみましょう。この山でここ最近続けて2回同じ場所で遭遇しています。経験上3度目の正直が多いことは分かっています。今日はそこに向かって忍び込んでいきましょう。ここで少しペースを落として、この右側、そして左側の斜面に鹿がへばりついていたことがあります。昨日の夜、山の下の方で人の動きがあった様子なので、山の入り口付近にいる可能性は低いと思いますが、一応の警戒はします。ここの右上、ここで獅子がよく寝ています。今日はいないようですね。この駅を進んだ先、竹やぶが切れるあたりで2回遭遇しています。おそらく今日もいる。このまままっすぐ進んで見つかって2回目、そこは気をつけようと思って警戒してまた負けました。3回目、今日は尾根に上がって見えないように尾根の左側を進んでしゃくりから覗いてみましょう。落ち葉が数分前に荒らされたような状態だ。すぐ近くにいるでしょう。どこだ、ハチマキの闘志。こっちに気がつかれていなければ近いでしょう。どこだ、この状態、絶対に近いはずです。反対側の尾根、気のせいか。やっぱりいるとすればこの先の右側、最近2回遭遇したそこでしょう。こっちの気配がわからないように尾根の左側を進みましょう。よし、しゃくりに到着しました。焦らない、焦って駅を覗かずに向こう側の尾根を観察しましょう。
斜面にへばりついていないか。動くものはないようです。駅を覗いてみましょう。もうちょっと前に出てみるか。いないか。が、その時いた。一瞬だ。もう一頭、ここだ。はい、ということで今回は2頭です。この鹿はですね、見えますかね、この先です。この先のね、あたりのどこかに隠れてました。ちょっとね、詳しい場所まではね、わからなかったんですよ。ただ、私がいたのはね、この上の尾根、もうちょっとこっち側かな、このあたりにいたと思います。で、ここからですね、こっち側を、ゆっくりね、絶対この辺りにいるはずだと思って探してたんですけど、っていうのもね、今日、外がマイナス1度、マイナス2度、そのぐらいなんですけど、下がですね、見えますかね？はい。こんな感じに、かなりね、踏んだ新しい跡がいっぱいあったんですよ。
で、ちょっとね氷点下より冷たくなってたので、ちょっと今もう撮影しててだいぶ暖かくなってきちゃったんですけど、さっきまでね霜が降ってたんですよ。だから霜が降ってる上にねこういう新しい跡がいっぱいあったので、あもうこれね間違いなく近くにいるなと思って狙いをつけてたんですね。で大体こういうその尾根の上にあったんで、そこからねこっちですね、ちょっと見えますかね、行ってみましょう。はい、これですね、これがはい、これが通しなんですよ。でこの通しがねずっと上に上がっていって、あの上にあると。で尾根の上でですね濃いのを見つけたので、おそらくねこの辺から降りてきてどっかにいるんじゃないかなと思って当たりをつけてたら、あの上の方でねガサ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 ちょっと聞こえたんですよ。絶対怪しいと思ってね、かなりここねじっくり見てたんですけどね、でなかなか見つからないから、ひょっとしたらいないかななんて思ってね、ちょっと動いたらあの先のあたりピクッと動いた一頭見つけましたね。でそれを撃ったら、他のね撃った鹿以外はこっちに気づいてなかったようで、そのままねずーっとここをねぐーんとこいつを走ってきて、そしてねこの上をこう駆け上がってきました。とかねこの辺ですね、こう駆け上がってきてと。で、近づいたところを最後ねドットサイドで仕留めてます。まあ、ということでね今回もね、無事仕留めることができてよかったです。よし、今日はね完全に一人の忍び寮なんですよ。何ヶ月ぶりですかね、もう思い出せない。完全に一人で忍び寮来たの久々なんですよね。で今2頭をね運んでるんですけど大変だこの辺りにね1頭を置いて、もう1頭はねもう1頭ここまで運んできますか。今日はね鹿肉が欲しいっていう人が今からねこの鹿を、山の下まで取りに来てくれるそうなので、そこまでね持って降りたら終わりです。よし、この鹿の脳みそを食べてみたいっていう友人がいてですね、この鹿の頭はその友人にあげようと思いますちょっと変わったものを食べたいって言ってますね。でその友人ですね、YouTube をやっててドレさんって名前でやってますのでね、ぜひそれがどんな味なのかそっちのチャンネルでも上がると思いますので、よければ見てください。お願いします。